皆さん、こんにちは。本間美希です。今日は、私の大好きなパレドールさんのバレンタインチョコレート、テロワールカリブのご紹介をしたいと思います。今回このチョコレート買うのはとっても大変でした。いつも高島屋限定チョコレートに関しては、日本橋高島屋で購入してるんですけど、私2月4日に買いに行って、なんと完売だったんです。で、横浜高島屋に向かって無事購入できました。で、ショーケースの中にオンラインでは完売の商品って書いてあって、危ないって。買えてよかったって思いました。では、ご紹介に移ります。テロワールカリブ。こういう5つのチョコレートが入ってます。カリブ海地域で育まれたカカオ豆を使用。各産地の特徴を最大限に引き出すため、シンプルなレシピで丁寧に作りました。彼方に見える水平線をデザインし、美しくきらめく海と豊かに広がる自然を表現したショコラの詰め合わせです。なるほど。確かに言われてみれば、そんな気しますね。あとね、今年からパレドールさんは、見えます？こう、アルコール不使用とか使用のマークがつくようになったんですよ。私には本当にありがたい表示です。ね、いやー、しかし今年、狙いを定めてたのが、このテロワールカリブだけだったので、これ手に入らなかったらもうショックで立ち直れなかったかもしれません。そういえば産地の名前紹介しなかったですね。失礼しました。カカオ豆の産地はキューバ、グレナダ、ドミニカ共和国、ハイチ、トリダード・トバゴです。詳細概要欄に掲載しますね。ぜひご覧ください。では、簡単になりますが、私の大好きなパレドールさんのバレンタイン2023年バージョン 美味しくいただこうと思います。では、ご視聴ありがとうございました。失礼します。